沸騰しよう。もう寝るわ。枕を濡らすわ。俺も。戦ってたってことを忘れんといてや。ワイが今日。こっから正直。もう今日はこらえてくれ。魔王の盾。頑張ったよ。しょうがないやん、もう不慮の事故ですやん、あんな。87番にビビって障子はできない。当たり合おう。もうこれタバコ吸ったら出るわ。もう疲れた。やるんじゃなかった。帰りたい。朝に希望に満ち溢れた朝に戻りたい。なんなら前日に戻りたい。最近調子に乗ってからバチが当たったよ。それだ。ドヤドヤしよったらこれよ。ジャグラ打ってたら負けねえからなんか言ってた自分が恥ずかしいです。負けた時はみんなそう言うんだ。二宮結婚についてきたこと。二の誰と結婚したん？一般人女性系、それとも芸能村関係系？元アナウンサー。あ、女子アナ。へえ。なかなかやりおるな、その女子アナ。よう認めたな。年上。うん。話題は悲しくなるだけだぞ。まあええやん、祝福してやろうや、お前らみんなで。いいのおめでとうって。ファンからしたら最悪の相手らしい。まあこっちとしてはファンでもなんでもないけんどうでもなるんだが、やけんどうしたみたいな。おめでとうございますって。コングラッツレーション。嵐のオタクはやばいけんな。信奉しとるけんのあれを敵に回したらお前とんでもないことになるぞ。わいらは外堀からこうガヤするぐらいにしとけ。檻のこう外からわーわーって相当荒れてるよ。38のおばさんぞ。いや、ニノもまあまあいい年だろ。なんでファンは切れてるんだなあ。別にいいですやん。マシャ家、マシャの再来家。福山も悲惨やったけどの、まあまあ結婚した当初は。36から2個上ぐらい大して変わらんが、別にいいですやん。むしろ俺はちょっとニノをこう応援したくなったね。年上をもらうとか分かっとるやん。俺も年上狙うか。こうなったら39てん不幸の手紙が来る。うっ、みっちゃ45いけ。そうなっちゃうよな。還暦。長い間付き合って。あ、そんな長かったんだ。隠れて
育んどったってことですか。41歳実家住まい。俺41じゃねえから畜生クソが。しかしもう来年には迫っておる。俺震えよる今。ついに俺も希望に満ち溢れた30代が終わる。まだ30代とか言うことなかったで、俺駆け抜けていったで風のように。さよなら。震えて眠れ。ガタ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 。40で実家でのおまさか。しかも魔王の盾を取りこぼすっていう珍事。何もしなかった30代。配信があったやろ、それだ。悪くなかったぜこの30代。じゃあ寝ますわ。お疲れ様でした。初老、またいつか。おやすみなさい。